11月8日クラトン祭り。今日のパタヤビーチはね、こんな感じで夜遅くまでビーチでみんな黄昏れております。花火50バーツ、はい、どうぞ。1個50バーツで購入しまして、海に流しに行ってみたいと思います。よいしょ。うん、ここだとなかなか流れないんですね。ちょっと知り合いが海の沖の方まで出て、あの辺まで行かな流せませんね。今日は河川の水位が最も高くなる11月の満月の夜。これはね、お菓子でできる。あ、これゴージャスやな。これすごいな。おー、キレキレ竜やな。これはパンでできてるのか。これパンです。これは餌やな、うん、いろんな種類のクラトンがありまして、まあ、海に流すのでね、ゴミになっちゃうわけですけれども、魚が食べれるようにお菓子でできたやつとか、溶けるやつね、それからパンでできたやつもありました。僕がさっき流したのはバナナの幹にバナナの皮とかで装飾されてて線香がついたやつね。あれがスタンダードみたいですけれども、まあ、ここはパタヤだから海なんですけれども、川の女神っていうのがいてて、プラメコンカーっていうらしいんですけれどもね、その川の女神に感謝の気持ちを捧げるっていう文化らしいです、うん、その土地によって微妙にいろいろと文化が違うみたいですけれども、さっきおばちゃんから聞いたのは、この日々ね、いろいろと人間は罪を犯していると、そしてこの灯籠に火を灯して、そしてごめんなさいにして海にその罪を流すんだと、こういうようなね説明を受けましたけれどもね、まあ、本当人によって、その土地によっていろいろと文化は違えど、今日はみんなこれがお祭りのあれか。こういう看板がね、町中至るところに出ております。これも可愛いですね。顔が描いてあって、動物のお菓子ですね。これもみんな手作りでね、その場でいろいろ作っておられます。あ、これろうそくがちゃんと火つくようにフードがついてる。あ、これはな、ね、でも環境の悪いな。環境の悪いよな。これはね、おっしゃる通り、地元の若い方にお話を聞いたんですけれども、ゴミになってしまうんで気持ちだけ捧げたらええんちゃう、そういう考え方のね方も当然たくさんおられると思います。まあでも本当伝統的な昔ながらの風習文化ですね。わあ、見てください、これなんかお人形さんすごいですね。本当いろんな種類のクラトンがあります。これ50バーツですね。海岸でいろんなものを売ってます。こういうキラキラが喜びそうなおもちゃとかね、もう5メートル大きい10メートル大きいこのお店が並びます。あ、この亀、それからパン、パンマンの辺りなんだ。これパンです。パンでできてますね。これが魚の餌になるんでしょうか。今日はパタヤビーチをね、ノースパタヤからセントラル、そしてウォーキングストリートの方まで歩いていきます。ビーチロードはね、中心部は車がいっぱいなんで、うん、あえて歩きでね来てみました。ここにちゃんと神様いらっしゃいますね。お馬さんに、ゾウさんに、お馬さん、そしてこの奥に神様が座っておられました。あ、月食、今日はね満月なんですけど月食なんですよ。
これではねちょっと映せないんですけど、ちょっと欠けてますね。うん、皆既月食ということでね、このロイクラトン祭りと月食の重なるこの日はめちゃめちゃ縁起がいいんちゃうかななんて思いまして、本当ビーチロードは永遠こんな感じです。うわ結構でかいのありますね。これもお菓子で作ったクラトン。ビーチはねこうやってゴザ引いてゆっくりくつろいだりできる感じです。向こうの方にねヒルトンが見えますけれども、これはまだちょっと北の方ですね。今日はねノースパテの方からこれずっと歩いてきてますけれども、中心部に向かっていくにつれてだんだんと賑やかに人もね多くなっていきます。まだこの辺はね全然空いてますね。至る所で演奏もやっております。クラトン祭りでもう海の方行ったらビーチロード行ったら歩けないですよ、車なんか一個も進まないですよみたいなことをね、おっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、こうやって来てみたらね意外と空いてますよね。まあセントラルフェスティバルの方のね中心地は結構混んでますけれども、ここで、ライブ会場になってまして、この辺来ると結構人が増えてきましたね。ちょっと道の反対側に渡りまして、道路の状態はこんな感じです。だから、バイクだったらねスルスルっと行けるんですけれども、車だとノロノロ運転が続きますね。ビーチでくつろげる椅子はねいつも夜になったらしまうんですけれども、今日はずっと出ております。これはでかいですね。携帯の大きさと比べてみようか。子供も寝てる。ちょっと歩道の人がねあまりにも多いんでビーチを歩いてみました。この砂浜のビーチをね裸足で歩くのがこれまた気持ちいい。こんな感じでねみんないつもビーチでね、パタヤはビーチでこの夜まで飲んでたり盛り上がってたりしますので、でもさすがにこういうお祭りの日は混んでますね。今日はね本当にロイクラトン祭りということで、また皆既月食っていうのもあってね、そしてビーチではね花火も結構上がってたみたいです。僕はちょっとタイミング逃しましてね花火が見れなかったんですけれども、今月また花火大会ありますのでね。というわけで今日はパタヤビーチからねロイクラトン、このお祭りの様子をお届けいたしました。